一旦ね読みまーす。よいしょ。こんなんやったっけ。極玉攻撃2枚おねむ貫徹。なるほど。あ、てか普通にあれか、赤猫限定になっちゃうのか、やるとしたら。普通に赤猫限定にしなきゃスペシャル出ないもんね。あれ、赤猫がどっちだっけ。赤猫が月影の方系、一文字が白だっけ。見てなかった。オロチョウ2点クリティカル。アイテム、カゲロウとお札。なるほどね。一応も揃ってるな。え、動きはどうやればいいの。一文字が赤か、月影が白か。貫徹行きやす、おねむ行きやす、助かるぜ。じゃあ俺とスタートはオロチか。別これで20個やね。一旦やってみるよ。俺ができるんか分からんけど。え、カゲロウってさ、ショップで買えんの。あ、買えるじゃん。神、これいくらだ。あ、安っ。カゲロウ普通に安い。で、お札がこれか。お札安っ。なんじゃこりゃ。え、叫び終わったら疾風するってこと。2人で技何やったっけ。疾風神速か。 OK。 オロチで鬼点つけて、超クリつけて、疾風神速、こうやな。で、普通になんか叫び終わるぐらいで神速して疾風してみたいな感じでいいん。でも最初になんかお札とか使わんなんもんね。なんか赤抜きゴールドチェックついてる、たまたま。いや、ボスコンとカブキロイドも普通に欲しいしな、そういえばだけど。これお札とカゲロウどっち先に使えばいいん。どっちの方が長いっけ。使用すると力をダイアップする。効果時間をかけないよな。最初カゲロウでいいんけ。で、次パワフル一緒か。確かに2段階目のあれだし。え、これってさ、最初3段攻撃入れる余裕ある。ない、ないか。え、普通にアイテム2つ使って、で叫び終わるぐらいで神速して疾風して、でビリビリの間ずっと殴るみたいな感じ。極武士を瞬殺やったことねえわ本当に。 TOB 以外あのクリアタイムをあれしたことない。とりあえず最初の昼間をちゃんとすれば OK ってことね。オロチはあとはレンジャーにお任せしちゃおう。人生初の瞬殺。これやばくない、これまずくない。ナイス。おお、いけた。一応回線落ちというアクシデントがありつつも一応いけたっていうね。まあ、落ちたのがアタッカーじゃなくてよかったわ一応。マジグレート化のおかげやな。あ、そうやん、武士王やから普通にランク上げ集会にもなるやん。お得やなこれ。ランク上げ集会兼、鬼玉集め兼スペシャル狙い兼極素材集め、いろいろ兼ねすぎ兼希少集め。これでスペシャル出たら大パン。回線落ちしてね。まあまあまあ、だってレッドジェンの時バカ時間かかったよ。レッドジェン普通にあの周回速度で30分とかかかったから、やばいよ普通に。
とりあえずまあ勝手は分かってきた。勝手は分かったぞ。とりあえず最初昼間制できれば、あとは殴るだけで、あとはレンジャーに全てお任せって感じで。いいね、こういう感じか。すごいな、こうやって瞬殺ってするんや。極素材も普通に欲しいから鬼玉じゃなくて、そう、まあまあ鬼玉集まるしいいか、そこは別に。でもレッド J のさ、スペシャルもだいぶ苦戦戦だ。だってマップ戦渾身でほぼ秒殺で、ビッグボス戦は自爆犬で瞬殺で、かなり効率良かったはずなのに、普通に何十分もかかったからさ、から何回やったやろ、普通に。レッド J 普通にやばかった、あれ。って考えたら、スペシャル、まあ全然出んよねって感じで。極素材余りまくる。まあそうよね。どっちかというと鬼玉の方が嬉しいか。だってスペシャル出んだら大体極素材もらうもんね、お宝で。極玉はもっと、取ってきた方が良かったな。20個じゃ全然1個も取れんやろ、スペシャル。1個は出んかなって思ったけどね、20回もやれば。よいしょ。俺ですら2、30個ずつ持ってる。マジか。そんな集まるもんなのか。気づいたら素材全部99。えぐ。そうなん。それほど。あ、待って。止めちゃった。えぐい。化け物だろ。タイミング悪。なんで落ちるね。おーい、極玉を返しやがれ。間違えたよー。アイテム忘れた。えぐ。まあ、どの道回線落ちやったから OK。どの道回線落ちしてたから。よいよい。アイテムの装填がめんどくさいよね。場所遠い。カゲロウフィールド後ろの方すぎてちょっとめんどい。まあ、武将の極玉は、QR で、QR で100個まであるから、100回は、そのままいける。貫徹一品の方がいい。確かに。貫徹のスピードが全てだもんな。でも残念ながら、貫徹は赤猫団でゲットできないのです。白犬隊を、起動するところから始まる。いいね、すご。こんな早いんや。ガチ最強やな。やるね。結局極玉さえあれば、これが一番効率のいい鬼玉集めかもな。極玉さえあれば。角度バグった。しかも俺、気象も毎回100枚集まるのいいね。130枚か。3人いるし。極玉消費の100と3人の30か。熱いね。おー、熱い、これは。これは熱いです。初ゲット。あははは。確かになんか、すごい方向に出とったな。あれって俺視点だけなんか、方向えぐうと思って見とったんやけど。まあ、武将デブいから当たるっしょ。忘れのうちに金玉買っとこう。気づいたら乾燥してたとかなったら無駄はもったいないから。よう。いや、これアイテムの装填忘れそう。いずれ忘れるやつこれ。アイテムの装填。たまに変な方向出るんや。確かに。これ、白犬隊の集会やったら、歌舞伎ロイド無限入手編に入るけど。一応赤だけでも出んことはないやろ。いずれ出るっしょ、歌舞伎ロイド。別に赤だけでも。ゼロじゃないから。確率は。いけるっしょ。歌舞伎ロイド欲しいな、普通に。ボスコン、あ、確かに。武士用のボスコンを使って、素材、レベルアップに使うっていう超贅沢な使い方ね。くっそ贅沢。
あ、いい、いいね。なんなら最後のフォスバ余ってるもんな。すごいわ。てか鬼玉率やばくね、普通に。こいつなんか今のところ 100% 鬼玉落としとるけど、4回買って4回とも鬼玉なんやけど、逆にあんまないかも。130もらえるね毎回、嬉しい。地味に気象は足らんからな。発電神、でも発電神俺なんかさっきガシャで引いたよなんか副ガシャから出てきた。あとビップパトロールで発電神おったくない？それじゃない？わーお、敗者のオングネングがこもった。もう画面真っ赤っかやん、下画面真っ赤っかすぎるやろ。いらねえ。ウィーン。あ、発電神ってそっちか。普通に発電神のコンかと思った。発電神トラップって赤真根、なんか赤招きゴールド、白駒ゴールド、赤招きゴールドか、まあまあまあ、もう縛りなしっていうなら別にピッてやれば99個になるけど、それ以外やったら赤招きゴールドの最初のアコか、あれじゃない、ビップショップで3個だけ買うぐらいしかなくない？発電神マジ集まらんよな。いいね、早いですね最後の1個余りな素材じゃん。落ちたし、ビクトリアハーン、やばい。あこれでスペシャル出たらもう机ひっくり返す。モニターもろとも、モニターキーボードもろとも机ひっくり返すやろうな。プリズンコン、あー短くなるやつか。あれプリズンってどっち系？無敵になるやつ系？プリズンってどっちやったっけ？無敵か短縮か忘れた。ああ、短縮か。無敵は意味ないもんな。いや、プリズンめっちゃ使えるよな。いやー、カブキロイド欲しいな。スペシャルが出るか、カブキロイドが出るか、どっちが早いか、勝負や。アンケート作成した。やっぱさすがにカブキロイド先に出そうやけどなさすがにカブキロイドやろって感じはするけど、俺も自分で投票できんのけ、自分で投票できんのか。さすがに危ねえ、アイテム忘れたかと思った。無意識に装填してた。早っオロチひるませる前に。はい、いやマジで早すぎるだろ。ピャンピャンピャン、はい、カブキロイド 60%。 なるほど、さすがにカブキロイド出そうやけどな。先に安定してるね、いいね。少ない方もらおう。どっちも一緒な数やったなんか最初カブキロイドめっちゃ多かったのに、なんかスペシャルがどんどん増えてきたぞ。いや、さすがにカブキロイドじゃない？もう安定しまくりやね。結局これの成功率ってレンジャー次第やから、レンジャーが上手い証拠よ、これは。レンジャーの2人が。アタッカーも殴るだけやしな。なんなら貫徹プリズンコンで、こっちが殴る前にビリビリ発動しとるしな。もはや。お、50%50% になった。早すぎだろ普通に。え、なんか動いてるんだけどえげつない。ちょ、足が遅い。迅速アタック、ナイス。オリア、次ラスト OK。 まさかの失敗。
しかも隠密ないから終わってね、これ隠密のないオロチ、一体何が強いんだ。入ってった、任せて頼むぜ。ナイス、早切れるの、えぐい。疾風使っちまっとった、残ってなかったし、言わんこふじゃない、やばいぞ、俺は生き延びる、やばいやばいやばい、疾風溜まって頼むで。え、ラッシュ終わりだろこれ。あ、ぶねー、あ、終わった。あの、走れば避けれると思ったら行くなしてしまったあ、解散じゃない、あの、行くなしちゃいました。惜しい、これはもう終わりか。これワンチャンさ、音もおねむのせいでいけんかな、これレベル関係ないよね。あ、ほんとや、忘れとった、そもそも赤4人いないとダメだった。ほな、今日はこの辺で終わりか。他赤いないもんね、今。終わる？今日は。明日は7時に起きて、団員の情報を見てってしたいから、ちょっとできれば早めに寝たいから。団員道場ですから。ほな、今日は終わるか。で、週末はちょっと配信できないかな。明日、市外行くし、明後日も多分泊まるし、月曜日何時に帰ってくるか分からんけど、まあ朝ぐらい、朝か昼、あ、夕方に帰るかな。まあ月曜日の夜は多分できると思う。ほな、お疲れ、また集会やろうぜ。